メグロレンと佐野隼人がお土産交換。まさかのチョイスに爆笑する姿に、仲良しで可愛いの声終丸。迷子になんないようにと思って買ってきた佐野ドラマ、トリリオンゲームの公式 SNS にて、出演者であるメグロレン、スノーマン、と佐野隼人がお土産を交換するオフショット動画が公開された。先にメグロから佐野へお土産をあげていた経緯を経て、今回は佐野がメグロにお土産を買ってきたとのことで、 メグロがお土産を開封するところから動画はスタート。佐野へ渡したお土産がたこ焼きの形をした鈴だったことから、事前にたこ関連のお土産ならいらないと断りを入れていたメグロ。しかし、言われたタイミングがすでにたこ焼きストラップを用意した後だった佐野は、メグロへ違うものを買ったと嘘をつくが、開封後間もなく嘘がばれて、二人で爆笑するという流れになっている。佐野は、迷子になんないようにと思って、 音が鳴るものを買ってきたと発言。